フリードリヒは、ザクセン・ヒルトブルクハウゼン公、後ザクセン・アル・テンブルク公。ザクセン・ヒルトブルクハウゼン公をエルンスト・フリードリヒ三世と、その妻で、ザクセン・バイ・マル・アイゼナハ公、エルンスト・アウグスト一世の娘であるエルネスティーネの、一人息子として生まれた。1780年に、父の死に伴って、ヒルトブルクハウゼン公位を継承したが、まだ17歳と若か,かったため、 祖祖父の弟で、オーストリア元帥のヨーゼフ・フリードリヒ公使が接生を務めた。1787年に、ヨーゼフ・フリードリヒが死ぬと、フリードリヒは申請を開始した。1785年9月3日、フリードリヒは、メクレンブルク・シュトレーリッツ対抗カール2世の娘、シャルロッテと結婚した。フリードリヒは、人気者で賢い異性者だった。 地世中、彼とその美貌の妻、シャルロッテの下で、ヒルトブルクハウゼンの小さな町は文化の前世紀を迎えた。多くの詩人や芸術家がフリードリヒの宮廷を訪れ、ヒルトブルクハウゼンは商売丸と呼ばれるようになった。1825年にザクセンゴータールテンブルク公フリードリヒ4世が後継者なく没すると、エルネスティン継承広告の間で、 領土再編が行われた。フリードリヒは、ザクセンヒルトブルクハウゼン広告を、ザクセンイコールマイ人間広告に譲渡し、1826年11月12日に、ザクセンアルテンブルク港となった。1831年、フリードリヒは、新たな両国に、最初の国家基本法を制定している。フリードリヒと、妻、シャルロッテは12人の子女を設けた。 ありがとうございます。